はい、皆さんこんにちは。本日はいきなり、機内からの動画スタートになるんですけど、一体ですね、何の機体でどこから出発するのか、これを考えてみてください。では本日もよろしくお願いします。はい、ということで本日乗る機体、そうなんですね、本日乗る機体はこれです。 A320 ネオですね。ということで本日は A320 ネオ、客席に乗ってみたいと思います。この周辺は A320 だらけですね。まあ奥の方に A321 もありますけどね。ということで本日は初ですね、A320ネオの客席で見ていきたいと思います。では今から航空機に乗り込んでいきます。ですね、もうドアが閉まりまして、今からプッシュバックの準備をするということになります。で今からですね、ボーディングブリッジが閉まわれる様子が見れますので、ぜひ見てみてください。手荷物は重ねないように座席の上の物入れ、また前の座席の下。で地上の方が OK サイン出しましたね。ここからボーディングブリッジを操作して所定の位置に止めていきますね。下のタイヤが動いているのが分かります。難しそうですよね。モニターだけを見ながらこれを移動させるんですけど、うまくコントロールして所定の位置に動かしていますね。いやすごい。ということでプッシュバック開始しました。まあ、いつものように右エンジンからかけていくわけなんですけど、そのエンジンスタートの様子もゆっくりご覧になってください。ここで空調の音に注意して聞いてみてください。音が変わります。で今変わりましたね。これはですね、オグジュアリーパワーユニット APU 補助動力装置の空調をエンジンの始動に使うためにバルブが切り替わったんですね。ということで今から右エンジンを始動していくと思います。ナンバー2エンジンが始動し始めましたね。まあ、この間も始動中なんですけど、かなり静かですね。まあ、左席に座っているというのもあるんですけど、エンジン始動の音、大きい音がですね、ほとんど聞こえないですね。これから左エンジンが回っていきますので、その際も音に注意してみてください。手洗いや冷えチケットなど感染予防対策へのご協力をお願いいたします。また長時間マスクなどを外しての飲食、で左エンジンが回り始めました。かなり静かですよね。やはりネオはセオと比べると随分静かなんですよね。これからこの飛行機の非常用設備をご案内いたします。皆様ご覧ください。で回転数が高くなるにつれてエンジンの音が高くなってきているのが分かると思います。
とうございます。Welcome on board. これより機内の安全についてご案内します。May we have your attention for the following safety instructions. 手荷物は座席の上の物入れ、または前の座席の下に収納してください。Please place your baggage in the overhead compartment or under the seat in front of you. 脱出の妨げとなるため、通路や非常口付近には手荷物を。これはですね、油圧のバルブがキリファロットなんですけど、バオバオとですね、海外では犬が吠えている音に近いと言われてますね。日本では聞いたことないんですけどね。ベルト着用サイン点灯中、並びにお座りの間は常にシートベルトをお締めください。Please keep your seatbelt fastened whenever you are seated. 外す場合は必ずエンジン音、音が変わってきましたね。これは N1 の回転数が上がってきたためですね。Electronic devices emitting radio waves cannot be used on board. 電波を発しない設定に切り替えていただくか、電源をお切りください。 Switch them to airplane mode or turn them off. 機内は通路を含め禁煙です。化粧室でのタバコは電子タバコ、加熱式タバコを含め航空法で禁止。 N1 の回転数が上がってきてますが、結構静かですよね。やはりネオはだいぶ静かですね。次に非常用設備をご案内します。 We will now explain the emergency equipment. 酸素が必要な状態になると酸素マスクが降りてきます。 Oxygen masks will drop down when necessary. マスクを強く引き寄せ、鼻と口に当てて左右のエンジンの回転数が合ってきたような感じがしますね。左エンジンもアイドルで安定してきました。ここからですね、スラットフラップをテイクオフのポジションに移します。伸びてきましたね。スラット意外と結構伸びるんですよね。なので、この位置で翼が見える場合はスラットの動きに注意してください。でここからタクシーをしていきます。本日の離陸滑走路は05からのデパーチャーになりますので、羽田の橋を渡って05の離陸ポジションまで向かいます。この日は雨上がりで視点も良かったので、都内のビルまで綺麗に見えてますね。でこの辺りからフライトコントロールチェックを行います。このままエコータクシーウェイをずっと南下しまして、羽田の橋を渡るというルートにつながっていきます。もう間もなくしますと2回目のフライトコントロールチェックを行いますね。2回目のフライトコントロールチェックです。05から上がっていく飛行機が見えますね。今ちょうどこの辺りをタクシーしています。これからさらに南下をしていくんですね。そして羽田の橋を渡っていきます。本日は、05と同時に34ライトからのデパーチャーも行われていました。ということで34ライトから上がる予定の航空機、それとそれに続く航空機が見えますね。767ですかね。で私が乗ってる飛行機はこのままエコータクシーウェイを引き続き南下して羽田の橋を渡っていきます。
これから橋を渡るんですが、ネオでもパワーを出す必要があるのかといったところですね。よく耳を澄ませてエンジン音を聞いてみてください。まもなく橋に入っていきます。でもパワーがあるネオでもですね、パワーを出す必要があるんですよね。それにしても朝の羽田めちゃくちゃ綺麗ですね。先行機が離陸していきますね。東京湾結構船停泊しますね。あと風の塔も左席からだと綺麗に見えますね。でここからがですね、本日のメインになります。この A320 ネオ離陸の音かなり静かなんですよ。以前ですね、 A350 そしてボーイングの787の動画を紹介いたしました。その中で、離陸音、離陸時のエンジン音がですねかなり静かだったんですけど、それらと比較して A320 ネオどうでしょう。実際のボリュームそのままで動画にしておりますので、耳を澄まして A320 ネオの離陸時のハイパワーのエンジン音、これを聞いてみてください。皆様、シートベルトは緩みのないようしでも間もなく離陸です。滑走路05にラインナップしていきます。ローリングテイクオフですね。今からテイクオフスラスト入ります。
中ですがややピッチが下がりました。この辺りで3000フィートを超えたぐらいですかね。この後加速してスラットが閉まれていきます。フラップが上がってきましたね。スラットも閉まれています。ここから上昇の速度まで加速していきますね。やはり雲を抜けた後の空、最高に綺麗ですよね。A320neo の離陸時のエンジン音いかがだったでしょうか。 A350 そしてボーイング787と比べてかなり静かだったと思います。やはり、エンジンのサイズもあるかと思いますが、旅客機のクラスの中ではナンバーワンの静かさじゃないですかね。非常に音が静かで乗り心地がいいですね。機体のサイズは小さいんですが、すごく快適な空の旅を提供してくれると思います。そろそろ前方に三浦半島が見えてきました。でこのままですね、三浦半島の上空を飛行して高度を上げながら目的地に向かいます。で本日の目的地はと言いますと、次の動画で紹介していこうと思います。次の動画では、その目的地に着陸する様子、着陸してからの様子を皆さんにお届けしていきたいなと思いますので、また次回の動画もよろしくお願いします。では本日はどうもありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。では失礼します。